ホルテは韓国のキアが生産、販売している自動車である。2008年発表。それまで発売されていたセラ等の後継機種として2100億ウォンの費用と29ヶ月に及ぶ期間を投じて開発された車である。ボディタイプは当初は4ドアセダンのみが設定され、後にクープのサブネームを持つ2ドアクーペと5ドアハッチバックが追加された。なお、 クーペタイプの車種は、キアのラインナップとしては、初となる。外寸は、セラトに比べて一回り大きくなっている。スタイリングは、フォルクスワーゲンやアウディで、チーフデザイナーを務めたペーター・シュライヤーが担当。キアの新しいファミリーフェイスである、虎の目、美、口を継承化した、タイガーノーズグリルを採用した。また、前面を低くし、後面をハイデッキ化することで、 スピード感を表現したという。エンジンは、韓国仕様が CVVT を採用した124フツバリの1.6リットルガソリンエンジンと 128PS の1.6リットルターボディーゼルエンジン。北米仕様には2.0リットルと2.4リットルのが搭載される。2009年には、キア発のハイブリッドカーとなるルプイハイブリッドが発売されたが、これは、 世界的に見ても珍しい LPG のハイブリッドカーでもある。装備についても、プッシュスタートシステムやスマートエントリー、自発公式メーターなどロッチェイノベーションに迫る内容とし、豊かで自然な中低音を奏でるパワーベース技術を韓国車で初めて適用するなどクラスを超えた上級感をアピールした。2012年発表。 開発には42ヶ月と3000億ウォンを費やした。キアでは初年度に41万台、2014年には50万台の販売を見込んでいる。ボディタイプは当初はセダンのみ。先代より長く低く幅広くなり、クーペ風の流線型のスタイリングとなった。プラットフォームを MD 型、ヒュンダイエラントラと共有する。エンジンは韓国仕様が ガンマジカ41.6リットルグリとなり、イスグも設定される。中国仕様には93.8キロワットのガンマジカ41.6リットルと107キロワットのニュージカ41.8リットルが搭載される。テレマティクスサービスのボにも対応する。ボは、フォードのシンクと同様、マイクロソフトとの共同開発によるシステムである。サービスはアメリカのみならず、 韓国でも提供される。ドライバーがスマートフォンなどの IT デバイスを介して自動車の操作を行えるなどの機能を有する。なお、従来型のフォルテクープとハッチバックは、K3 登場後も2013年上半期まで継続販売され、2013年8月以降に、フォルテクープは K3 クープ、ハッチバックは K3 ユーロとしてフルモデルチェンジし、再登場した。 2018年2月27日、2代目、K3 の名で、韓国国内発表、発売開始。フォルテは、イタリア語で、大きく、強くを意味する、音楽用語に由来する。オーストラリア、ロシア、ブラジル、南アフリカ共和国など一部の地域では、セラトの社名が使用され、シンガポールやアルゼンチンでは、セラトフォルテとして販売される。ありがとうございます。